皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は聖剣伝説3トライアルズオブマナのファミ通紹介をしていきたいと思います。発売日とキャストが決定しました。1995年に発売された聖剣伝説3のフルリメイク作です。6人の主人公と物語に関わる重要キャラクターのキャストが明らかになり、発売日も決定しました。発売日は2020年4月24日になりました。ではキャラクターを紹介します。デュラン、キャラクターボイスは江口拓也さん。ケビン、キャラクターボイスは大阪亮太さん。ホークアイ、キャラクターボイスは小野裕樹さん。ディース、キャラクターボイスは小松美香子さん。シャルロット、キャラクターボイスは諸星すみれさん。アンジェラ、キャラクターボイスは大久保ルミさんです。3人が立ち向かう試練。本作は先ほど言った6人の冒険者の中から主人公と仲間2人を選んで旅をします。主人公たちの前に立ちはだかるのはグレンの魔導士、死を喰らう男、美獣イザベラとなっておりますね。主人公と仲間の組み合わせによって敵との戦いや世界の行方に変化が訪れます。旅立ちを決意する冒険者たち、いろんな思いを胸に秘めて旅立つ冒険者たちは、やがてプレイヤーが選んだ3人が集って共闘します。クラスチェンジは健在です。パーティーメンバーたちはクラスチェンジをすることができます。段階があって、クラス2として用意されている光と闇の職業を選びます。まあ、選んだクラスによってキャラクターの性能、見た目も変化します。ではキャラクターを紹介します。フェアリー、キャラクターボイスは内田マーヤさんです。マナの女神に仕える妖精で、世界の危機を救う勇者を探す中で主人公に出会います。ではグレンの魔導士、キャラクターボイスは中村雄一さんです。アンジェラが生まれ育った国アルテナの魔導士で、闇の魔力を操って他国へ侵攻します。そして死を喰らう男、人々の魂を集める妖魔で、ケビンの父親である獣人王をそそのかして戦いを仕向けます。キャラクターボイスは杉田智和さんです。美獣イザベラ、キャラクターボイスは南條吉野さんです。黒き貴公子に忠誠を捧げる女性で、その美しさをもってホークアイの故郷を陥れます。なるほど、今明らかにされているのはアンジェラの因縁、そしてケビンの因縁、ホークアイの因縁のキャラクターとなっているようですね。まあまだまだ敵キャラクターは多そうですけどね。まあ今明らかになっているのはこの3体だけとなりますね。まあフェアリーは、まあゼルダの伝説、時のオカリナ、ムジュラの仮面でいうナビーとかチャットのような感じですかね。まあ妖精って結構そういうナビゲーターが多いですからね。まあそんな感じで今回はこの辺で、聖剣伝説3トライアルズオブマナのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。